トレックボーイです。スタートレックディスカバリーシーズン4第8話のあらすじや感想を語っていきます。まだご覧になってない方は Google プレイストアで購入して先にご覧ください。下に吹き替え版と字幕版のリンクを貼ります。いいでしょうか。では始めます。今回のエピソードは楽しかったですね。ハズ・マザロが経営するギャンブル店カルマ・バージでバーナムとブックがギャンブルで大勝負するというかなり奇抜な内容でした。スタートレックは私たちに未来の世界を見せてくれるドラマですが、宇宙だけではなくいろいろな別世界を見せてくれるのが楽しいです。私は、この広い宇宙のどこかに、本当にカルマバージのような場所があって、いろいろな異星人たちが遊んでいるような気がします。カルマバージに行く前に状況を整理しましょう。 DMA の脅威をどのようにして止めるか、戦略会議で 10C に平和的にアプローチするか、それともDMA の制御装置を破壊するかが議論されました。その結果平和的な外交交渉に決まりましたが、それに反発したタルカとブックは放射ドライブの試作品をブックの船に取り付けてどこかへジャンプしました。タルカはアイソリティック兵器を使って DMA を破壊するつもりでしょう。しかしそれは敵対行為とみなされて 10C から報復される恐れがあります。そもそもアイソリティック兵器は亜空間を傷つけるので使用が禁止されています。何としてもタルカの暴走を止めなければなりません。ブックの船がどこへ行ったのかは不明ですが、アイソリティック兵器にはアイソリニウムが必要で、ブラックマーケットから手に入れると思われます。一方、10Cの居場所は銀河系の外、つまり銀河バリアの外側と見られるので、情報は少なく、ファーストコンタクトは困難です。そこでその近くの銀河バリアの内側に位置する文明の場所へ行き、そこから 10C にコンタクトするのが良さそうです。それには周辺の製図を手に入れる必要があります。つまり 10C を見つけるためには製図が必要、タルカを止めるにはアイソリニウムの入手を阻止する、その2つの作戦を同時に進めるしかありません。バーナムはブックと関係が深いためにリラク大統領からは製図の方を任されますが、バンス提督はバーナムに対してタルカとブックを止める方法も探るように密かに命じます。なるほど、バンス提督はなかなかのやり手ですね。リラク大統領の方針に従いつつもバーナムにはより広い権限を与えて保険をかけている。うまいと思いました。バーナムの負担は増えますが、バーナムにはそれだけの能力があるとバンス提督は分かっているということでしょうね。この辺の信頼関係がいいですね。私もこのところ仕事が増えて疲れが溜まっているのですが、前向きに考えることにします。すいません。信頼関係といえばバーナムとサルーの何気ない会話もいい感じでした。サルーがバーナムにこう言いますね。大統領と提督はあなたが彼を追うつもりだと気づいているのでは。あなたは鋭いわねとバーナム、寝不足の時だけですと心配性のサルー。提督から非公式に両面作戦を命じられたとバーナム。この短い言葉のやり取りに
二人の関係性がよく現れていました。サルーはバンス提督のみならず、リラク大統領もバーナムがブックを追うことを承知していると読んだわけですね。確かにそうかもしれません。そしてバーナムはサルーには両面作戦のことを打ち明けている。サルーは一言、なるほど。いい会話ですね。しかも歩きながらでした。さあ、カルマバージに行きましょう。カルマとは業や報いという意味で、バージは船です。いわば因果応報の船という意味ですね。まさにギャンブル船の名前にふさわしいです。その映像がすごかったですね。近づくと水中から巨大な怪物が現れて、シャトルを飲み込もうとします。そのまま待機するとカルマバージの中に入れるという仕組みでした。店主のハズ・マザロ、この人物ですね、の濃いキャラクターがいかにもという感じです。さて、カルマバージにはタルカとブック、後からバーナムとオーセ君がやってきて、バーナムは製図を手に入れますが、アイソリニウムの取り合いになります。要はハズ・マザロに足元を見られて高く吹っかけられるわけです。そこで不足分のラチナムを補うために、ブックはイカサマ氏の可変種を退治してラチナムを稼ぎ、オーセ君は格闘技の賭け試合に勝ってラチナムを稼ぎます。オーセ君のリングネームがいいですね。ジョアン・オーワオ・オーセ君。オーワオはオーセ君の愛称のオーオに引っ掛けた驚きの表現ですね。実際オーセ君は起死回生の攻撃で相手を倒し、全額をかけた、つまりオールインしたバーナムは大金を獲得しました。ディスカバリーはぶっ飛んだ内容が多いですが、これも相当にぶっ飛んでいます。さて、バーナムもブックも十分なラチナも手に入れたのですが、新たな買い手も加わって、アイソリニウムの決着はポーカーで決めることになりました。バーナムとブックは結託して新たな買い手を任した後で、最後は2人の決戦になります。そして真剣勝負の結果、最終的にブックが勝ってアイソリニウムを持ち去ります。この部分、バーナムは自分が負けることを前提にしていたのかもしれませんね。なぜならブックがアイソリニウムを獲得すると想定して事前に追跡装置を取り付けたからです。ポーカーでわざと負けたとは言いませんが、もし勝ってしまうとブックはまた別のルートからアイソリニウムを手に入れようとするでしょう。ここは負けて追跡装置入りのアイソリニウムを持たせた方が良いのです。もちろん、極めて危険な状況にはなりますが、ブックの船を追跡するにはそれしか方法がないでしょう。バーナムの狙い通り、追跡装置は機能してディスカバリーはブックの船を追跡できるようになりました。エピソードの一番最後で驚くべき事実が明らかになります。 DMA の影響でその空間からボロナイトが消えていることから、 DMA がボロナイトの採掘装置ではないかという仮説が浮上したのです。だとすれば DMA は兵器ではなく天使の経済活動ということになりますね。もしそうなら双方の誤解を解いて採掘をやめさせることが先決です。タルカとブックはアイソリニウムを手に入れたので、そちらも阻止する必要があります。続きが気になりますね。
最後に日本語版の制作クレジットを表示しましょう。下の説明欄にも出しておきます。トレックボーイでした。